それでは11月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます苦しいからといって逃げるとまた苦しくなる苦しいけど逃げずに踏ん張れば楽になるわからない問題が出てきてやめたまた今度やる気になったらやろうという感じでつまずいて勉強を中断してまた1ヶ月後に勉強を始めるそういった方が多いんですねしかしこれではわからない問題はわからないままですし ここは、踏ん張ってわかるまで、問題を解き直したり、テキストを読み返したり、さらには、ネットで調べたりしましょう。そうすればわかるようになります。逃げずに立ち向かっていきましょう。それでは、本日の3問に入っていきます。B は A に対して、B 所有の土地の定当権設定に関する代理権を与えた。しかし、A は B 所有の土地について C と売買契約を締結した。 B は C が全員無価値であっても、その売買契約を取り消すことができる。丸かツかという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。問題文の状況なんですけれども、B 所有の土地ということなので、B さんが本人ですね。で、B は A に代理権を与えたので、A が代理人。で、C が相手方という状況です。 ただ今回ですね、この代理権の内容っていうのは、定当権設定なんですね。定当権を設定していいですよっていうふうに代理権を与えた。にもかかわらず、売買契約をしているってことは、これ権限外の行為をしているってことなんですよね。権限の範囲っていうのは、定当権の設定なんですよ。にもかかわらず、売買契約をしているってことは、権限外の行為を行っているということですね。 これっていうのは無権代理行為をしだということなんですね。従って A は無権代理人というふうに考えます。なんで B が本人、A が無権代理人、C が相手方ということですね。で、無権代理行為を行うとどうなるかっていうと、契約に効力が生じないんですね。しかし、相手方が全員無過失の場合、つまり A がこの無権代理人であることを過失なく知らなかった場合ですね。 この場合っていうのは、表見代理が成立して、契約は有効になるんですよ。つまり、本人 B っていうのは、無権代理だから契約の効力は生じないっていうふうに主張することができなくなっちゃうんですね。言い換えると B はもう契約通りに履行しないといけないんですよ。つまり B は売買契約を取り消すことができないということなんですね。 そして、表見代理がどんなものか知らない方も多いと思うんですけれども、表見代理が成立したら、無券代理の行為も契約有効になっちゃうんだというふうに頭に入れておけば、イメージしやすいんじゃないのかなと思います。で、今回は表見代理が成立して契約有効なので、売買契約を取り消すことができないから誤りだということですね。で、表見代理が成立する場合っていうのは、5つあります。 で、これは繋げてちゃんと覚える必要があります。記憶するテクニックの基本中の基本なんですね。この繋げて覚えるっていうことは。なんでぜひですね、試していただければと思います。個別指導では、テキストや過去問集の解説だけじゃなくて、動画でもこの表現台についてまとめておりますので、受講者専用の動画にその動画を貼っておきますので、リンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、免許の用費です。 A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、A は免許を受ける必要はない。エマルカバスカという問題です。今回この A さんってどんな人かっていうのを押さえるとわかりやすいです。A さんっていうのは自らオーナーなんですね。 ま、今回で言ったら貸主ですね。貸主となって、え、土地を貸すわけですよね。この場合なんですけども、取引をしてないんですよ。つまり、宅建業の免許っていらないんですね。従って A は免許不要なんです。だから、答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。地主がいて、地主さんが駐車場を整備して、それを貸してるわけですよね。その地主さんって、 みんな、宅建業の免許を持ってますかって話なんですよ。持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。今回、駐車場を貸してるわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、えー、アパートのオーナーとか、まあ、そういったイメージです。アパートのオーナーさんとかって、免許持ってない方、意外と多いんですよ。それでも、アパート経営してますよね。 でこれっていうのは、自らオーナーとなって、そのアパートを貸してるだけなんです。これは取引に該当しないから、宅建業の免許はいらないんですね。で、最近、まちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのは、まあ、多くの場合が会社員なんですよ。その会社員の方が、マンションを貸すだけなんですよね。その会社員っていうのは、免許持ってますか持ってない場合がもうほとんどなんですよね。 免許を持っってててなくても不動産投資を行っているわけですよ。買ったマンションを貸しているわけですよね。賃貸していると。まあ、このように具体例を考えると、すごく分かりやすいと思います。なので、できるだけやっぱ具体例を頭に入れていった方が効率的です。 なので、できるだけ具体例を勉強していくっていうことが非常に効率的だと思います。実際やっぱ個別指導でも、あの、解説とかに具体例を入れて解説してるんですね。やっぱその方がお客さんとしてはやっぱ分かりやすいので、まあそのようにしてます。まああまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。 その具体でね、考える必要がないのが個別指導なんで、まあ効率的に勉強したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。で、問い3ですね。建築基準法です。建築主は、木造以外の建築物、延べ面積200平米について、新たに増築して延べ面積を250平米とする場合、建築確認を受けなければならない。え、丸か罰かという問題です。答えは建築確認、受けなければなりません。 で今回問題文では木造以外の建築物って書いてあるんですねで木造以外の建築物っていうのは、まあ、非木造建築物なんですけどもこの非木造建物っていうのは例えば鉄筋コンクリート造りだったりとか鉄骨造りとか、まあ、そういったものですねそういったものについては延べ床面積200平米超もしくは2階建て以上どちらか一方に該当すると新築したり増築したりする場合に建築確認が必要になってくるんですよ まあ今回増築の場合なんで、増築後の延べ床面積で判断します。まあ、今回増築後250平米となっていますので、200平米を超えてますよね。従って建築確認は必要です。で、まあ、この問題っていうのは語呂合わせを使ったら簡単に解ける問題なんですね。なので、この語呂合わせについては個別指導でお伝えしたいと思います。 個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひですね、一発合格したいという方は、そちらの方をご確認いただければと思います。今からであれば全然一発合格え十分可能なんで、全く法律知識なかったとしても全然問題ございません。卓系レベルであれば一回で合格できる資格なんで、一回で合格したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。